はい、皆さんこんにちは、マネリグルフィッシュです。では今回は大戦略パーフェクト 4.0、 こちらをねプレイしていきたいと思っています。で、今回プレイしていく、シナリオというかマップに関してはですね、画面の上部出ている通り第二次世界大戦、太平洋戦争ですね。なので、欧州戦線とかは入っていない、本当に太平洋、アジアを中心とした戦争の部分のマップになっています。現代兵器で、第二次世界大戦をやるってね、結構面白い内容になっているんじゃないかなというふうに思ってますので、僕もね、期待してプレイの方をやっていきたいと思っています。で、参戦する陣営は全部で4つ、陣営じゃないね、国4つ振ります。上から、今回僕がプレイを担当する日本。これがブルーですね。で、以下、レッド、グリーンと、イエローっていう形でアメリカ、中国、イギリス。で、さらにもう4つ、オランダ、ソ連、オーストラリア、ドイツと続きます。で、このうちですね、ドイツと日本は同盟国。で、ロシア、ソ連、ここのね、位置づけちょっと迷ったんですが、大戦略パーフェクト 4.0 では、協定というものがあって、いわゆる不可侵条約に近いものなんですけども、これは国境を越えた瞬間に破棄されるという、タイプのものになっていて、これをソ連、ロシアに設定した場合ですね、一瞬で、この協定が破棄されます。ある意味史実に近いんですが、それだとちょっとプレイフィールが全く変わってきてしまうので、今回はですね、ソ連、ロシアとも同盟を結んでいるというね、仮の設定にさせていただいています。なので、もう一度おさらいすると、日本、ドイツ、それにソ連が同盟関係にあって、アメリカ、中国、イギリス、さらにオランダ、オーストラリアが敵国という内容になっています。では、早速始めていきましょう。で、まず第一目標をどこに設定するかっていうところなんですけれども、マップをね、確認していくところから始めていきましょう。まずもちろん日本があって、日本はですね、もちろん日本に各種基地があります。ここで、兵器の生産が可能という状態ですね。さらに、サイゴン。ここにもね、基地があります。サイゴン。あとは、上海とかね、台湾、北京。このあたりにも我々の日本の拠点があるという状態です。で、漢字の太平洋の方を見ておくとですね、まずサイパンに基地、航空基地ですね、空軍の基地があって、あとは空軍の基地で言うとトラック。ここにもね、空軍海軍の基地があるという状態になっています。なので、これらの基地をうまく使っていく必要があるのかなというところですね。で、敵国で言うとですね、まず香港。ここがイギリスの拠点になっています。で、あとはフィリピン。ここがアメリカの拠点。じゃあ、同盟国はというと、まずドイツがですね、このボンベイですね。で、ロシアはもちろん、ウラジオストク、なってますので、ここから、どうやって、イギリス、オランダ、アメリカを追い落としていくか。そういう戦いになると思います。で、まず最初の目標をですね、今回は、大きな収入源になる、ここ、香港一帯をですね、確保していこうかなと思っています。大都市になっている香港。で、第2目標をフィリピン。フィリピンからアメリカを追い出してですね、一旦アメリカの影響力をこの太平洋一帯弱めていきたいなと思っています。で、あとはシンガポールですね。このシンガポールもイギリスから奪い取って、確実に我々の勢力圏内に入れていくというふうに思っています。そして僕の大好きなバンコクですね。ここもね、しっかり取っていきたいと思っています。じゃあ、まず兵器の生産から始めていきましょう。最優先で、生産していきたいのが、まず最後ですね。ここで陸軍の基地。どうしようかな。お金にはまだまだ余裕があるうちなので、最新のものをね、いくつか生産しておきましょう。まずは、ひとまる式戦車。どうしてもね、これ、
十式戦車って言うんじゃないんですけど、一丸式の戦車ですね。これを数用意します。あと占領に必要になってくるので歩兵ですね。歩兵、これね、結局1ターンでどんなものも生産できるので、そこはね、うまくやっておきましょう。あとは、そうだな、敵の空軍対策という意味では対空車両が欲しいね。対空車両がでも機関砲か、射程1どうなんだろうな。それだったらロケットとかの方がいいんじゃないかな。あとは自走ロケット砲、これも中身見てみますか。射程が5か、こっちの方が嬉しいかな。ロケット弾、ただ対空かって言われるとちょっと微妙だからね。射程1は結構きついよな。自走対空ミサイル、射程3、こっちの方がいいね。これを生産していきましょうか。自走対空ミサイル、11式の短距離ミサイルですね。これを持っているのでちょっとこれを生産しておく。決定。あとは空軍ですね。空軍の方はまず最優先で欲しいのが早期警戒機で、さらに F15、 これがですね、いわゆる戦闘機になっているので、敵の戦闘機をね、追い落とすのに必要になってくるタイプのものになっています。なのでこれをちょっと生産して、あとは F35 ライトニング、これも用意しておこう。武装はまあできるだけ早く変えるにしてよ。ライトニングでしょ。あとは攻撃、ファントムを作っていきましょうかね。まあ、敵の軍艦をこれでガンガン落としていくという感じですかね。ではこんな感じで、一通り生産をゆっくり始めていきまーす。はい。そしたら一通り生産フェーズを終えました。まあ、これをね、永遠に続けていくので、なかなかしんどいんですが、基本的にはですね、海軍の基地では、駆逐艦はアタゴ、そして、潜水艦は総理をね、大量に生産していっています。で、首都の防衛に関しては、あとパック3、あとは対艦の誘導弾、さらに防空レーダーとかをね、生産していて、他のところではですね、まあ、臨機応変にいいというところではあるんですが、まあ、例えば、上海であれば、こんな形ですね。歩兵から戦車から、さらにパック3も入れて、柔軟に対応できるように、初期の作戦がね、柔軟に行えるように生産を行っています。で、続いて、空軍の方なんですけども、ここもバランスよくですね、戦闘機から対艦攻撃機、さらには多目的なね、運用が可能なライトニング F35A、
このあたりをね、生産しています。いやー、なかなかしんどいですね。で、さらに、硫黄島とかね、このあたりは残念ながら生産ができる拠点ではないんですが、トラックに関しては生産ができるので、トラックの防衛をね、しっかりやっていこうということで、敵のこう、戦闘機、まあ、主にオランダだったり、アメリカだったりっていったところを睨んでるんですけども、こことね、渡り合えるように作っておきます。海軍の方は、アタゴと総理、もうこれをバカみたいに生産していきましょう。トラックですね。で、敵の方はというと、ウェイク諸島、ミドウェー、ハワイと、アメリカ軍が太平洋の半分を取っているので、まあ、このあたりはね、しっかり警戒していかなきゃいけないところかなと思っています。で、ラバウルとかこのあたりはね、オーストラリアが持っているので、まあ、オーストラリアは大した国力今のところないので、最初はね、泳がせておいていいかなと思っています。では、これで時間を進めましょう。全く全然違う話いきなりしちゃうんですけど、僕の住んでる船橋市はですね、結構パチスロ屋さんとかが多いんですよね。まあ、競馬場とかも多いのでギャンブルの街でもあると思うんですけど、結構ね、アラサーぐらいの、まあ、アラフォーに近いのかな、パチスロの店員さんの女性ってアラサーアラフォーぐらいなんですけど、結構ミニのね制服着てるんでね、なかなかそそられるものがあるんですよね。僕はパチスロとか全くやらないんで、外から通りすがりに見る程度なんですけど、それだけでもなんかちょっと価値があるんじゃないかなと最近ね思い始めています、という話を、何の話だっていうところなんですけども、そしたらですね、まずは最初にお話した通り香港ですね。ここを取りたいので、香港に向けて軍を出していきます。ちょっと全部を自分でね、操作するのは、残念ながら、無理があるので、全部は自分で操作しないんですけども、どうしても自分で操作しておきたい場所があれば、そこはね、自分で操作をしていきます。香港はどうしても取りたいですからね。あと、サイゴンとかね。アタゴも出しておこう。とりあえず敵の、ああ、先にあれだな。空軍から、哨戒機を飛ばしましょう。これ最優先だね。この後敵がね、動いてくると思います。では、一旦、移民しちゃいましょう。初期の段階ですからね。だから本当にね、そそられるものがあるんですよ。何なんだろうかっていうぐらいね、結構綺麗なお姉様とかがいらっしゃるんで。お、いきなり攻撃を加えてくれてるな。いいぞ。グアム。そして、オランダ、オーストラリア領へもしっかり攻撃加えてくれてるね。できれば早めにね、香港とフィリピンとシンガポールと、奪って敵国の力を削いでおきたいところですから、ね、まずは香港陥落。まあ、ただ占領には至ってませんからね。この後陸軍歩兵部隊を送り込んで占領していきましょう。で、海軍の方は、先ほどお話した通り、蒼龍とアタゴ。これをね、大量に作ってあるので、これで制海権を取っていく。フィリピンを海軍で囲み、陸軍が香港を強襲。そして、空軍がね、それを支援するという形を考えています。じゃあまた、ここから生産を行っていきます。
では、ここからね、戦っていきます。いや、いきなりアメリカ軍と戦闘になって、哨戒機を失ったな。アメリカ軍ですね、今戦闘してるのは。まあ、双竜を大量に生産してるので、しっかり双竜でね、制海権を取ってフィリピンを封鎖する、その隙に香港をね奪い取るというのをちょっと考えています。まあ、数でいうとそんなに多くはね、アメリカ軍も初期の段階ではこのフィリピンの方に部隊は用意できないと思うので、アメリカ軍がね太平洋を渡ってこのアジアに本格的に軍を送り込んでくる前にフィリピンを陥落させておきたい、そんなところですかね。ちょっと哨戒機が偵察機がガンガン落とされてますけど、まあ、こっちはねアタゴニ双竜という形でだいぶ惜しみなく海軍戦力を投入していっている、生産していっているところなので、まあ、割とフィリピン周辺に展開するアメリカ軍をね早期に、まあ、破壊することができると思う。この後はねフィリピンを海軍で囲んだ後に実際に上陸して占領していく、まあ、そのための戦力をね生産していきたいと思っています。ちなみに歩兵であってもヘリ空母であっても、一旦で生産できます。でもっと言うと、アメリカ軍はね正規空母持ってますけど、我々は正規空母持っていないので、アメリカ軍がガッと押し寄せてくると押し返す力が難しくなるので、早めにねやっぱりフィリピンを陥落させておきたいと思います。ここまで損害が出ているのがやっぱり哨戒機に損害が出ているので、哨戒機と、まあ、あとはね、さっき確認したこの後の上陸作戦を睨んだ陸軍の生産ですね、残ってるお金をねこれをうまく使っていきましょう。で香港の占領を最優先する。やっぱりあれだね、駆逐艦作って正解だったね。敵の航空機バッタバッタと落とせてるんで、これはありがたいな。制海権も割とすんなり通そうですね。まあ、第二次世界大戦ね、現代兵器でやろうっていう、こういう企画は面白いんですけど、できればね、もうちょっと操作性が、ユーザーに優しい感じになってくれるとね、より嬉しいんですけどね。で、色のおさらい、メジャーなところだけしておくと、ブルーが日本、レッドがアメリカ、グリーンが中国、イエローがイギリスです。で、今この水色はソ連ですね。オレンジはオーストラリア。インドで戦ってるのが、ドイツと。そして、イギリスですね。では、香港の占領に向けて、最後の上海、この辺りで陸軍の、ね、生産を優先しましょう。陸軍です。おっと。
ここまでアタゴを大量に生産してきたのが当たってますね。強いアタゴは。イギリス軍の戦闘機をね、あるいはヘリを次々に落としてくれてるので、これは本当にでかいわ。アタゴを作って正解でした。なので、まあ割合としては、アタゴが、まあ、7割、総竜が3割ぐらいでも良かったかもしれないですね。生産の割合としては、アタゴ5割、総竜5割作ってきたんですけど、まあ、今後プレイするときには、アタゴ7割、総竜3割でもいいかもしれないね。っていうぐらい、アタゴが強い。アタゴをぶつけておけば、正解権、容易に取れる上に防空も担えるっていうね、盤石の駆逐艦だね、アタゴは。まあ今やもう巡洋艦とかね、戦艦とかっていう時代ではなくなってますからね。そう考えると駆逐艦って、割と大きな艦種になってくると思うんですよ。その中で力を発揮してくれてるっていうのはね、これ大きいです。やっぱりソ連をね、一応同盟国扱いにして参戦してるので、まあ、どうなんだいという話はあると思うんですけど、ソ連を同盟国として参戦させてるのは本当に戦いが楽だ。これソ連が上から攻め込んでくるともう、支えきれなくなってしまうっていうのがリハーサルでよく分かったので、仮に協定を結んでいても冒頭話した通りすぐに協定が破棄されてしまうと、結局ソ連と初期の段階から開戦すると戦線が一気に崩壊しますね。今回はちょっとそれを防ぐためにあえてね、まあ、ソ連は味方にいる状態で始めてますが、まあ、そこが功を奏してるのかな。そしたら香港に向けて軍を進めていきまーす。ちょっと待ってね、その前にファントムで撃沈していく。そしたら進軍していきます。香港を目指せというとこかな。ちょっと香港まで遠いね。遠いけどしっかり香港の占領を目指してもらいましょう。であとは台湾あたりで、しっかりと陸軍を生産してフィリピンの、ね、制圧を行っていきます。いや、フリゲート艦を配備されてるとなかなか近づけないね、フィリピン上空には。ただ空爆を行ってるので、この空爆で敵地上軍を撃破していきましょう。できれば中国軍をね、早々に駆逐して香港に続き中国全土を日本軍の勢力圏内に入れられればね、大きいですからね。おお、沈めたね。敵のフリゲート艦も沈めた。これは敵のコルペットですかね。ちょっと後で生き残ってたらですけど確認しましょう。敵の艦首、確
確実にフィリピンを包囲できればアメリカ軍の脅威をあと 2,3 ターンはね防げますからね。太平洋を渡ってアメリカ軍のアメリカのね西海岸から艦隊が押し寄せてくるまでにはまだ2ターンほどはあると見ているので、2ターンの間にフィリピンをね封鎖したい。では製造フェーズですが、先ほど話した、戦略にのっとってですね、まずは陸軍では歩兵を中心に作っていきます。歩兵は安いので、ね、とりあえず歩兵をしっかり50で、空軍の方は哨戒機ですね、これが撃沈されているので哨戒機、あとはイーグル、ファントム、ライトニング、続称で全部読んじゃいましたけど、これで行きましょう。で、あとオスプレイ使って必要に応じて生産をね行っておきます。おっと、いやー困ったな。収納してるのでオスプレイを、いやー無理だ。これで行こう。で、陸地陸地って言い方も変だね。ここは歩兵を作っておいて、これをオスプレイで輸送させましょう。で、さらにこの後ね、アメリカ軍がやってくると思うので、日本の防衛という意味ではアタゴを作っておきます。で、さらにそうだな、PAC-3 をね、弾道ミサイルぶっ込んでくる可能性があるんで、そのあたりもしっかりケアしておきたいなってところなんですけどね。海軍基地ではアタゴ、金がちょっと心配になってきたね。ここに来て香港の制圧はしっかりやりたいのと、中国大陸も取っていきたいので、ここも歩兵を用意しておきましょう。あとは兵員輸送車だね。北京とかからだと遠すぎるからね、もう。であれば確実に戦線の近くで作っておきたいので、台湾とかの方がまだマシかな。ここで。いやー、金がなくなってきてる。しっかり見極めて作った方がいいな。排水哨戒ヘリでしょ？これはね、アメリカ軍潜水艦多数投入してきてるのは確実なので、これを撃退するためですね。あと陸軍展開しておきたいところがあれば、陸軍の展開だな。クレとかはね、空軍になっちゃうので一旦置いておきましょう。サイパントラックあたりで、イーグル、ライトニング、こんなデルを作っておく。トラックは同じくファント、ライト、イーグルで、海軍基地ではアタゴ。いやー、金がない、金がないが、これでしばらく戦線を支えましょう。ではまたね、敵軍を
潰していきます。はい、では香港に向けて進撃をまた続けていきます。歩兵ですね、これを香港に向けて絶賛進軍。香港を取れれば収入が一気に増える、そこですね。というところでですね、香港一帯の封鎖というかね、包囲というか、まあそれはすでに完了しているので、あとは陸軍で占領していくだけというところになります。まあ第一段階の作戦は完了しつつあるかなというところと、あとはフィリピン、マニラですね。ここの制海権、制空権もほぼ手中に収めているので、あとは陸軍を送り込んでこれを、しっかり獲得していきましょう。で、心配な太平洋なんですけども、ここもね、まだアメリカ軍の脅威見えてきていない部分はありますが、今のところまだ、1ターン2ターンはね、持ちこたえられそうな雰囲気があるので、作戦としては同じくですね、シンガポール、香港、そしてフィリピン、バンコク、このあたりを確実に手に入れてですね、収入を増やして、軍備増強を図っていきたいというふうに思っています。では、第1回目ということで今回はここまでにさせていただいてですね、次回今お話した戦略に基づいて続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。